どうもリリーです。今回の動画なんですけども、島村でたくさんお買い物してきたので、こちらを試着しながら購入品紹介していこうと思います。でね、あとおまけにアベユでも小物買ったので、こちらも最後ちょこっとご紹介します。それでは早速スタート。まず最初は私も大好きな、プチプラのあやさんと島村がコラボされた商品です。パールがついたイヤリング、こんな風になってます。後ろはこういう風にゴムがついてるから挟んでも痛くなさそうで、この輪っかを外すとこんな風に別々で使えるってことだね。つけるとこんな感じです。パールだけでつけるとこんな感じです。続いてはこちら、リボンの形をしたゴム、色がこのブラック2色とブラウン2色の4つセットで税込み280円。安くない？使わんとき手につけてても1本ずつとかやったらありちゃう。で、アベールのは一番最後おまけで紹介するって言っててんけど、この小物の流れでアベールいっちゃいます。こちらアベールで購入したのはじゃーん、このキャップです。めっちゃシンプル、税込み1650円でした。サイドにこういうゴールドのモチーフがポンポンとついてるだけ、中はこんな感じです。ちょっとパジャマやし、せめてイヤリングつけとこ。どこ行った？こっちのやつがない。どこ行った？もうどっかやってしまった。どこになくすん？信じられへん。タタ？タタ持って行ったんじゃん。タタ？タタ？ますます謎、マジでないわ。後で探そう。だる。出てくると信じて進めます。続いて購入したもの、また島村に戻るんですけど、こちらです。じゃーん。めっちゃシンプルなタートルニット。サイズは M サイズと L サイズあったんですけど、M サイズにしました。これね、びっくりすんねんけど、税抜き500円、やばない？なんか今めっちゃ安いのいっぱいありました。分厚さはちょっと薄めかな。こうやって伸ばしたらちょっと透け感あるぐらいの。500円って全然ありっしょ。次いきます。続いてはこちらです。これはね、セール商品でした。生地もワッフル素材、こんな感じでめっちゃ薄めなので、まあ今は寒いけど夏場の部屋着にするにもいいし、ちょっとお出かけするのにも着れそうやなと思って買ってみました。これはなかなかいい。続いてもトップスです。こちらフリル付きのパーカーです。後ろがフードついてて、袖と裾が少しフリルになってます。かわいい。これぐらいのフリルやったら大人でもまあ使いやすいかなと思います。色がね、ベージュっぽい、でもちょっと薄いピンク混ざってるような色合いです。でリボンは真っ白で、先っちょにこういうねゴールドのチャームがついてるのでちょい高見え。こういう薄手の生地なんで、まあ今からインナー着て上にこれ着る、春もこれ1枚で全然いけそうやなっていう感じなので、いっぱいヘビロテしたいと思います。続いてはセットアイテムです。こちらまずトップスから紹介しましょう。首元はこういう感じでリブになってて、透け感が結構あります。なので中に、インナーを着ないとやばいやつ。後ろはボタンが2つついてます。予備のねボタンもついてんの優しい。袖はこんな感じでパフになってるので、
重ね着してもこのまんまでねインしてハイウエストのボトムと合わせても結構可愛いと思います。でセットになってたワンピースなんですけど、前がちょっと V ネックになってて、下はスカートです。後ろは大きい V になってて、リボンで結ぶタイプですね。リボンを外すとこんな感じになってます。だからこのリボンは前で結ぶのも全然ありやと思う。私はあの身長もあるので長めの丈がいいなと思って L サイズにしてみました。まあウエストもリボンで絞れるしね、そんなに着ぶくれしないので全然 M でも L でもこう長さ重視で買う方がいいのかなと思います。他にも、若草色みたいな柔らかいグリーンの色も売ってました。さあ続いてもプチプロのあやさんと島村がコラボした商品です。こちらリーフレースマーメイドという商品名のスカートなんですけど、こういうレース大人っぽいので着やすいですね。しかも何が嬉しいってこれね、ポッケ付きなんですよ。ロングスカートでポッケついてるものって貴重ちゃいます？あんまりプチプラのアイテムでは見かけないのでめっちゃ嬉しいポイントです。でウエストゴムなので長さ重視でこれも L サイズにしました。ちなみにこれちゃんと裏地もついてます。実家やからね、1時間に1度時計が鳴るんですよね。はい、何終わった？お待たせしました。そうそう、このスカートね、ちゃんと下まで裏地がついてます。だから、まあ、こういう薄いベージュってパンツ透けがちやけど、これやったらなかなか透けへん。うん。続いてもロングスカートです。こちら色味はクリームっぽい色にこういう落ち着いた花柄がプリントされてます。これも丈感重視して L サイズを購入しました。ウエストはゴムになってます。ライアースとかと合わせても可愛いと思います。ちょっと今実家やから着てみるときにいろんなパターンを紹介できひんのはあれやけど、またインスタとかで着てるやつ載せると思います。ラストはこちらなんですけど、もうすでにねちょっと2回ぐらい履いちゃってて、タグ置いたはずがどっか行ったかもしらん。パッと近所出かけるときに履けるあったかくて楽ちんな靴あったらいいなと思ってて、で島村行ったらこれ2000円ぐらいで売ってて、足入れたらもうね気持ちよすぎ。この裏肝もそうやし、なんやろ、そこのクッションがすごいの、ふっかふか。見つけた方は試着してみてください。あ、なるほどなって多分思ってくれると思う。ということで購入品は以上です。購入したこのタートルニットこれと合わせてみました。なんかすごい優しそうなお母さんみたいなコーディネートになってもうた。はい、続いてはさっきのベージュのタートルニット、それとプチプラのあやさんと島村コラボのスカート履いてみました。見て丈、ちょっと今裾まで見えへんけど、162.3cmで L サイズをウエストおへそぐらいかなで履いたら、ちゃんとくるぶしぐらいまで丈あります。こんな感じ。ごめんね、足元まで見えへんわ。オーガニックコットンのセールになってた500円の T シャツと合わせてみました。これめっちゃ着心地いい、最高や。お尻の方になるにつれてちょっと長くなってますね。うん、嬉しい。まあ、今ゆるいさっきのロングスカート合わせてますけど、これをぴったりしたレギンスっぽいのに変えてもいいし、こうワイドパンツにインして着ても可愛いと思います。今よふと目をやったら、さっきめっちゃ探してたこのパールなんで見つからんと思ったら、わかる？そう、ここに1個ついてたわ。1個にだから2つついてたやん、ほら、だからなかったんや。うわ、よかった。あったあった。
もうこういうピアスとかイヤリング片方なくす時のあのほんまに残念感って半端ないよな。だってどんだけ好きでも気に入ってても一個しかないからもうつけられへん。でも一個は目の前にあんねん。あの悔しさ。あ、やった。両方つけれた。